おや、撮影ですか？コーチから頼まれたのでしょうか？ピースなどした方がいいですか？良い経験になると思います。カカオの収穫などめったにできませんから。はじめは首をかしげている方もいましたが、今は皆さん楽しまれているようです。楽しくトレーニングできるのは良いことだと思いますよ。誠心誠意取り組んでいますよ。しかし、その誠意に水を差そうとする人がいましてね。仁王君、ラグビーボールなど持って何をしようとしてるんです？言ってしまいましたか。カカオの実とすり替えようとしたようです。まったく油断も隙もない。勉強中や部活の前後に食べたりしますよ。そうそう、チョコチップ入りのスコーンを紅茶と一緒にいただくこともありますね。チョコレートにはリラックス効果もあると言いますから、休憩中のお供に最適です。そう考えると、思っている以上に私はチョコレートを食べているのかもしれませんね。素敵な気づきをありがとうございました。何か聞きたそうな顔ですね。バレンタインの思い出ですか。そうですね。こんな私でも毎年それなりの数をいただいてるんですよ。偉そうに言うことではありませんでしたね。お恥ずかしい。この箱はもしやチョコレートでしょうか。ミッションを頑張ったご褒美を私に。しかし、頑張っているのは皆も同じでは。いえ、失礼。せっかくのお気持ちに理由をつけようなんて無粋な真似でしたね。ありがとうございます。大切に食べさせていただきます。先月はチョコレートをありがとうございました。今日はお礼も兼ねてお茶のお誘いに参りました。良い茶葉が手に入ったので、ご一緒にいかがですか？そうですか、それはよかった。では早速用意しましょう。ところで、そろそろカメラ越しの会話はやめにしませんか？やはり感謝の気持ちは直接相手の目を見て伝えなければ。でしょう？